馬毛作の力やってやんぜ。侮る、ここは一旦引く。鉄砲の前に武田騎馬隊は無と化し、長篠城を救うため飛びガス山砦を奪え。騎馬隊は不滅、馬防柵を突破し信長を撃て。奥川軍は長篠城にかかり、やってやんぜ、やってやんぜ。織田本陣は手薄ぞ。開門。そのまま長篠城へ向かうのだ。かかったの、勝頼。しまった、まだ鉄砲隊を隠していたか。信長様はわざと本陣を手薄にした。武田の残存兵力を消し殲滅するために。臆するな、山形正景と若染。これにあり、再び策を蹴倒し信長の首をかっ切れ。開門。信長は我が輩の鉄砲の悪事も見抜いておった。我が輩を許すというのか。諦めてはなりません。私は敵婦人の穴をついてみせます。青くいしがれ、青くいしがれ。織田ではなく徳川を狙ってくるとは、かっこ撃破し戦況を変えるつもりか。あらがるか、むかち。この程度では信長は満たされる。
長篠城の守備結構固いね。なら城主の奥平さんを討ち勝たせてもらいます。奥平さん、養老はいただきますよ。開門みすみす兵糧を渡してなるものか。わし自ら侵入者を撃ってくれるわ。敵軍師の企み、粉砕されてなるよ。突撃する父の敵今こそ撃たん。準備通せ。仕事これにより。危ないところであった。そなた、侮るな。信長を討てば戦はひっくり返る。武田の意地見せようぞ。雑魚どもが引っ込んでおけ。忠義面無質が走る。Please.
するな。いざ参る。もはや武田の敗北は必至。分散して逃げ延び再起を図ろうぞ。開門。逃がしがするの。役立たずには消えてもらおう。準備通せ。もはや我が将兵に戦意なしか。だがこの勝頼よりは最後まで戦おう。皆大義、これで武田も終わりっぞ。新しき世がすぐそこに。これからも信長様のために励みましょう。結局全て信長の思惑通りか。つまらん、実につまらん。